があれば差別発言繰り返した人でもいいんですか。内閣の一員になった以上は内閣の考え方。度重なる差別発言を知りながらなんで任命したんですか。しかも政務官になってからもって言ってるじゃないですか。2日前です。総理の資質が問われますよ。2日前は確か過去の発言について様々なご指摘をいただいた中でのやり取りであったと記憶しています。という今の認識を杉田さんが示したんじゃないですか。前はやり取りの中で過去の発言についての説明を求められましたので、そのどこの部分の発言を撤回謝罪をされるんですか。どういう形で誰に対してやるんですか。なぜ本人が答えられないでしょう。私が対応すべきだと考えた民族衣装に関する発言という発言に気づけた方々に対しお詫びをし取り消すように指示をいたしました。